はい、どうも、こんにちは、木戸です。ここが、そう、前回ここぐるっと来てメサを見つけ、この下でもメサを見つけの、ここに村を発見し、で、今ここですね。で、あれ、この下の地図。これか。これを貼りたいけども、白紙の地図がない。で、今、あれだ。エメラルドを、ちまちまと取引して、エメラルドを貯めてたところだ。なんか、そんなにね、間が空いたわけではないんだけど、なんか中とかでね、相変わらずちょっとバタバタしてるんで、なんかそういうのを踏まえて、このマイクラの俺の世界に戻ってきた時のなんか、すごい、帰ってきたって感じ。何してたっけ？でもとりあえず帰ってきたみたいな気持ちになりますね。あ、子供も生まれている。今んとこ取引材料が農作物ぐらいしかないっていうのが。子供が育ってお肉屋さんとかになって、お肉屋さんとか武器屋さんとかになってくれればね、石炭でちゃちゃっとエメラルドも貯めれるんだけど、お肉。セカンドお肉、サードお肉、雑草が伸び放題。水が。あと何個？あと3つ。エメラルドがあと3つ欲しい。どっかサトウキビないかな。紙も必要だし、紙ももうだいぶなくなってっから、サトウキビも欲しいな。あそこ、かぼちゃがある。あ、牛もいる。ちょっとあのかぼちゃを、確か、かぼちゃを取引してくれたはず。お、いっぱいある。ナイス。
お肉もいっぱいいる。あ、結局サトウキビがないな。あ、でもかぼちゃ、かぼちゃ19か。よし、よし、これで。これで地図ゲット。で、あと、石屋さんになったんだね。じゃあ、粘土で。次の村があるかどうかは分からんけど、まあ次の村があるとしたらやっぱり白紙の地図をチャージしておきたいから。あー違う、あーバカ、俺複製する地図間違えた。複製するのはこれだよ。やらかしたな。まあいいや。とりあえず石屋さんが誕生してくれたから、肉を焼いといて。粘土。その辺あるやろ。よし。あ、夜になってしまう。あ、回収ができない。寝よう。石屋さんはどこにいる？あ、音だった。よし、
あっという間に溜まる。地図屋さんはそんなところで何をしてるんですか。複製するのはこれ。よし。どうすっかな。もうちょい白紙の地図を。白紙の地図を持って。いや、いいや。また、どっか村にぶち当たることがあったら、そこで、適当に。稼ごう。そういうわけでまた旅立ちます。ちょうどあそこでサトウキビが。よいしょ。こっから北に向けて。こっちも気になるなぁ。サバンナ。いやーでも。寄り道しすぎて、地図が思いのほか増えちゃってるからね。ちょっとここは堅実にこの地図を埋めていきたい。ジャングルは見逃したくない。この辺は一体サバンナかな。この辺も村とかありそうな雰囲気は。いや、まあ、どこでもありそうっちゃありそうなんだけどな。
ジャングルは、ジャングルの木が、結構、存在感あるからね。そうそう見逃すことはないと思うけど、いやでもちっちゃいタイプのジャングルだと見逃すかもな。あ、また海底神殿を発見。この辺はもうどこを見ても何もないな。イルカジャンプ。なんもねえ。何もなかったら何もなかったで、ささっと地図ができていいけど。よし。じゃあこの辺何もなさげなんで、とりあえず一周をしてしまおう。この砂漠の大陸が、あ、クロウサギや。レアクロウサギ。よし、これでとりあえず一周はできたから、なんかウサギ多くね？あ、一周できたからと思ったら村？この村は俺はまだ来てない村だな。この先にも村があるけど、いや浮いてるし、いやなんかすげえ、何この建物、見たことないタイプの建物。とりあえず寝とくか。でも、醸造台があるってことは、あれか、教会なのかな？ちょっと、
こでも地図が必要だ。とりあえずこの辺の小麦は取引に使わせていただいて。つか農民さんいる？村人の数的には結構、あと村の広さ的にも栄えてんのよな。砂漠の村に羊飼いさんとかいるけど、この人たち無職か。地図どこにしよう。作業台を置いて、で、チェストも作ろう。地図屋さんと、あとコンポスター、とりあえず2つくらいかな。就職おめでとうございます。無職の村人がいっぱいいるから、農民さんになってもらえば OK。 就職おめでとうございます。あ、二人とも小麦を欲しがってくれる。よし、めちゃくちゃ順調。これは割と余裕で足りそうだから、この辺の小麦は全部使っちゃおう。問題はどこに地図を置こうかっていう。まあ、どこでもいいっちゃどこでもいいけど。どこでもいいけど、できれば邪魔にならず、見やすいところがいいな。
どこがいいかな。あ、小麦がまだある。ここにしとくか、とりあえず。浮いてるけど。あと、額縁の方が足りない可能性があるぞ。これここな。現在地の地図は、現在地の地図は、あ、この下にまだ来るから、これはもう作った。これは OK。これは、どこだ。これここか。うん、OK。次、これが下か。これはどこだ？この辺とかだっけ？宝の地図は。これがここだな。これがここで、これが上か。よいしょ。あれ、あと、あ、これ。これが、ここか。こうなるはずだけど、地図がもう一個足りんな。取引をお願いします。ちょっと待って。よいしょ。これで一応地図は複製したいな、これか。これがここと。よし。とりあえず、手持ちの地図は全部、置けたかな。で、
ここにあったパンとかをばらまいとこう。まあ一周はできたし、とりあえずこの大陸、多分もうそんな続いてないと思うよね。どっち方面に行けばいいんだ？こっちか。あの、大陸行けるところまでぐるっと巡って、で、今回終わりかな。村がめっちゃ近い。トロッコでつながなくてもいいぐらいの。わあ、怖え。怖いけど楽しそうなとこ。どうすっかな。まだ、この地図全体を先に埋めてしまうか、なんか、村が、だいぶこう密集してるから、そこを先にトロッコで繋いでしまうか。先に地図埋めるか。早く開拓したい気持ちはあるんだけど。絶対楽しいよ。もう砂漠探検し放題。あそこに見えるのは、あれは、もう、見たことのある、竹やぶのないちっちゃいジャングルやな。あ、とりあえず、この大陸も、埋めれたし、本日ここまでですね。なんか、もうこのマップ上、すでに見つけれてるだけで1,2,3,4 村が4つ。これもしかしたらあのまだこう言うて外枠をぐるっと回っただけだからね、まだ村見つかるかもしんない。超村密集地帯ですね。じゃあ次回も引き続き地図埋めをしていきたいと思います。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。